クリーロイグチは、イグチモク、ニセウロアモク,クリーロイグチカ、クリーロイグチ属に分類されるキノコの一種。フランスの菌類学者、ピエール・ビュイヤールによって最初に記載された。古くは、イグチカに置かれ、後には、ヒダ畑家と所属すると考えられていたが、現在では、ニセショウロアモクのクリーロイグチカに位置するとされている。名、チャイロポリスは、円形のを持つ。 の意であり、主相名のカスタネウスは、栗色のを表す、ラテン語である。傘は、直径3センチメートルから10センチメートル程度で、半球型からほとんど平らに開き、粘性を嗅ぎ、はじめは、炭鉱褐色は大々褐色であるが、成長に伴って、次第に、暗褐色となる。肉は、やや厚く、幼児は硬くしまっているが、後には、幾分柔らかくなり、 白色で変色性を欠き、味も匂いも温和である。傘の裏面に形成される。観光ははじめは、白いが次第に淡いレモン色となり、傷つけても変色しないか、もしくはわずかに合弁するにとどまり、高校は小さくて丸く、観光層はやや厚くて、柄に、理性あるいは覚醒する。柄は、長さ3から8センチメートル、計5から12ミリメートル程度。 ほとんど上下同大、傘と同色、またはやや単色で、髪型ほど色が淡く、ほぼ平滑で、年性を欠き、中空であるがしばしば竹の缶に似た節がある。胞子紋は淡い黄色を呈する。胞子は、卵形内脂高大円型で薄壁やや硬壁、表面は平滑、内部にしばしば一個の湯滴を含み、要素を含んだ主役に反応を示さない。端式は、 太い梱包状をなし、四個の胞子をつける。ガワシスチジアはなく、円シスチジアは、多数群生し、無色かつ薄壁、先端に丸みを帯びた、防水系、梱包状をなす。傘の表皮は、密に絡み合った。菌糸からなり、その末端細胞は、円筒状防水系、円筒型で、しばしば外面に微細な褐色の色素粒をつけており、 特に傘の中央部付近では互いに絡み合いつつ、幾分立ち上がっている。単式やシスチジアの基部、あるいは古実体を構成する菌子の核兵器部には、カスガイ連結が存在する。夏から秋に、ブナカの紅葉樹が多い林内の地上に、個性、または、点々と発生する。北半球温帯異国に分布するが、ヨーロッパではむしろまれな菌に属する。北米でも、 西部では稀であるという、日本では各地に散する。栗色グ口は、モスクワ市やロシア連邦のレッドデータブックに掲載されており、その他、ノルウェーやモンテネグロなどのいくつかの国でも、レッドリスト入りを果たしている。ビロード栗色グ口は、しばしば栗色グ口と混同されているが、個実体が小型であること、傘の表皮構造が異なること、 古実体を構成する菌糸にかすがい連結が少ないことなどの点で区別されている。また、栗色井口もどきは古実体がより大きく、傘や柄がより赤みの強い日記褐色を呈する点や非常に長大な縁、シスチジャを備える点などにおいて異なっている。食用になり比較的高級なキノコとして位置づけられている。洋菌はナッツのような風味があって、 非常に美味しいという。しかしながら、フランスの金額者本マルセル本は有毒である、疑いあり、と述べている。また、ポルトガルの沿岸には、毒性の強い金種もあるとの報告もある。ありがとうございます。